おい、大丈夫か？何があった？おい、動けるか？俺は大丈夫だから、彼女を。ん？彼女？私もなんとか大丈夫。どうなってる？あれ？なんで私がそこに？なんだこれ？お嬢様！お嬢様！つまり階段から転げ落ちた瞬間。多分そうみたいなんです。俺らだってわけわかんねんだよ。お前が和夫で、そっちの男の中身が今は和美か。名前まで紛らわしいな。落ち着きなさい村中。不良が気安く。いいのか、そんな口聞いて。そいつは。お嬢様、おふざけおやめください。大丈夫だって、怪我はしてねえよ。あんたは桐生さんだったっけ？どうせだ。和夫君、なんでそんな。いえ、お嬢様、とにかくここは。分かったよ。なりません。え、でも村中。前から申してます通り、いかなる。たく、頭の固い執事だね。俺たちが元に戻るにはせめて。さあ、妙な真似はもう結構。和美、大丈夫だ。すぐに迎え起こすからな。よう、カズ。ええ、大丈夫か？なんか複雑なんてもんじゃないですよ。おい、参ったな。中身が入れ替わったなんて嘘だろ。そう簡単に人格が入れ替わってたら。だがそうなるとお前とか。やっぱりか、芝居だったんだな。まあね。桐生さんだったよな。実はこっちもちょっと訳ありだった。どんな訳だ？俺と入れ替わったって言ってた岩見だと。ああ、本家ではないけど、かなりこんな俺と和美が付き合ってるなんて誰も信じちゃう。そうだろうな。和美は家柄や血筋がいい割にまともな子でさ、人の生まれとか秒数に、俺もあいつもマジな。けど周りの人間、彼女の親を説得して海外留学を勧め。なるほど。娘の中身が他人と入れ替わってるとなりゃ、元に戻すまでは二人を引き離せないだろう。みんながそれを 100% 信じさせる必要はないさ。それでも俺らが入れ替わった芝居を。突飛なことを。いや、彼女だよ。なるほどな。あ、ちょっと待った。ん？村中だ。和美のお月の。多分俺を迎えに。いや、まあとにかく俺はまた。村中、私を迎えに来てくれたのね。和夫君はどこ？あんたは関係ない。どこか。嫌だ。それなら二人。どういうことなの？答えなさい村中。クソガキが。いつまで。違うわ、これは芝居なんかじゃない。うるせえ。どうだ、これ以上痛い目見たく。違うの村中、本当に私は風。おお、まだ続けるのか。そ、あれ、どうだ。ああ、私このガキ。そこまでだ。ああ、この一件、女に手。桐生さん、あんた
マック会社が余計なことに首突っ込むとどういうことになるか。いい勉強させてやるよ。別に大事でも、キリュウさん、全部芝居だったってこと、あんたは…さんちょっとだけ…本当に命張った嘘ってのは…キリュウさん…で…このお芝居…続ける…もし村中が、また俺…勝手にしろ…でも…そうだな…え？カズミとなら…一生嘘をつき続けてもいい。カズオくん、そういうのは。すじゃあ本当にありがとうございました、キリュウさん。感謝してるよ、本当ありがとな。迷惑かけましたな。あんた見てたのか。ええ、一部始終。あんた全部、さっき俺が止めに入らなかったらどうするつもりだったんだ。最初ね、考えてることが同じやつはこれからもあいつらは試されず。いや、あの二人はきっと大丈夫だ。そりゃどうも。まったく年まったくだ。